結婚記念日や大切な人の誕生日を忘れられない日に、自分へのご褒美に美味しい食事を。そんな時、とっておきのお店で楽しい時間を過ごしてみませんか。今回西村和彦さんが伺うのは、知多市にある料理旅館ますいそです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。かつて知多木綿の生産地として大変栄えました。ここ知多市岡田地区、ここにですね、財界人や著名人に愛され続けてきた料理旅館の名店ますいそがあります。愛され続けてきたからには歴史があります。創業なんと明治20年、126年です。どんな店なんでしょう。楽しみです。かつては松阪、泉州と並んで木綿織物の三大生産地と言われた知多市。最盛期、岡田地区には2000人以上の女工さんが働いていたといいます。木綿で儲けた旦那衆は、この町に美味しい料理が食べられるお店を求めました。それに応え、地区を見下ろす高台に料理旅館ますいそは作られました。ここか。はあ。あ、西村です。ありがとうございます。ようこそいらっしゃいませ。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして今、はい、上がってきた坂の右側は桜ですか。全部桜ですね。じゃああれ多分花をつけたらその重みでぐわーっと下がってきてトンネルみたいになるんだ。多分そうですね。ぐっと囲む感じになりますが、あとすごい気になったのは、あそこに蔵ですか。ローマ字で、ますいそと。あれなんでですか。まあ4代前が磯次郎というものがおるんですが、その磯次郎というのがこういう商売を始めたんですけれども、その磯次郎さんがちょっと洒落てた方だったんだなと。はい、からなかった。はい、なるほど。今年で126年目という老舗、創業は明治20年です。地元で作られた岡田いろはかるたに、ますいその春の坂道花見坂と読まれているように、ここは桜の名所でもあります。味噌とたまりの醸造元ますいそ商店が始めたことから、屋号もますいそに。西村さんは奥座敷に案内してもらいました。これは創業当時からの部屋ですか。さようでございますね。はい、明治の。そうですね。はい、まあいろいろこう畳が変わり壁が塗り替えられ、おっしゃってましたけど、お庭というのもこの山全体がこのね、この松井さんのこのお山に包まれてるような感じなんですね。っていうか山の中でやらせていただいてもらっていた方がいいのかもしれないですね。なるほど。4代目土井康隆さんは食材主義の料理に、まず素材、美味しい素材をあまり手をかけすぎずに、はい、上手に素材を持ち上げるといいますか、そういうことになりますですかね。地元の食材にこだわるご主人がまず用意したのは、知多半島の海の幸、山の幸。一品目はこの山芋のすり流しです。ご主人、これ一品目ですよね、まだ。そうですね、はい。いいんですか、こんな贅沢な、なんでしょう、一品目をいただいても。そうですね、この、最初普通はね、なんでしょう、突き出しといいますか、ハッスンといいますか、そういう、なんか、ものなんですか。これがすっごい。この山芋は、
知多半島だからこそ手に入る、まさに地元ならではの食材。普通の山芋に比べ粘りが強く、旨味も濃いのが特徴で、食材主義のご主人もその美味しさには驚いたといいます。知多半島の入り口に位置する大府市共和町のこの山地区で、わずか二十数軒の農家だけが作っているブランド野菜、冷蔵保存されており、一年中味わうことができます。この山芋は山芋の中でも粘りが強いお芋で、いろんな出汁で伸ばしたりだとか、いろんな形で料理ができますので、あそこの大将もどっちかっていうと、その料理はひらめきで作る方なので、まあ、いろんなことを考えて、お客さんのことを考えながら作っていると思います。まずこの山芋を出汁で伸ばします。それに合わせるのが三重県産のアワビ。お椀にこの山芋のすり流しを入れ、その上に蒸しアワビ、純菜、枝豆、車エビなどを彩りよく盛り付け、最後に柚子の皮をすりおろして香りをつければ完成です。この山芋と聞いてたんで、お芋のいわゆるその冷たいんでビシソワーズみたいなイメージがあったんですけど、なんとなんと中に入っているのがアワビです。これは何とも言えない歯ごたえと優しい。アワビは蒸しでございますが、はい、まあアワビにエビに、はいはい、純菜、あと枝豆も、ですから、くっと一気でやれることもあったりしますけどね。これ一気に生かしていただくにはもったいないものだと思います。非常にご主人の土井さんは、知多半島の豊浜漁港に水揚げされる新鮮な魚介類にもこだわります。中でも惚れ込んでいるのが、たった一人の漁師さんが近海で一本釣りしてくる貴重なカツオ。網を使わずに取るので体に傷がつきません。もう地元でそんないいものがあればということで、はい、遠くのカツオじゃなくて地元のカツオっていうのがまた私も嬉しいものですから、身の質が他のカツオよりもいいような気がしますですね。藁で炙って叩きに、少し炙りを強めにして焼きの部分に香ばしさを出し、さっぱりとした生の部分との味の違いを出します。カツオの新鮮さをより引き立てるために、薬味に使うのも取れたての野菜、大根おろし、生姜、トマト、かいわれなど彩りも鮮やかに盛り付け、さらに夏らしく清涼感を演出するのが、徳島から取り寄せた搾り柚子を使った自家製のポン酢です。もしこのポン酢片口になってるんですけど、これ、はい、かけちゃっていいってことですか。かけでいかがでございましょうか。あ、じゃあこのテーブルの上で叩きが完成するってことですか。そういうことですね。なるほど、はい。まずいただいてみます、はい、うん、かなり脂が乗ってるのかと思いきや、そうでもない。そうですね。今から、うん、あの油を乗りに北の方へ行くぞという。その手前のものですね。そうですね。はい。この特製のポン酢がとんがってないですね。あ、非常にまろやかで。ありがとうございます。え、今先ほどあのこの地場のものと聞きましたけど、この地場ってことは知多半島。そうですね。
まあちょっと変わった漁師さんなんですけれども、はい、まあ、別名私どもの通称ですけど、はい、公爵ガツオと申しまして、カツオが、はい、はい、その漁師さんがなかなか公爵が多い漁師さんなもんですから、その漁師さんが公爵を、まあ、こういう言い方したんですよ、公爵垂れるんでいやでもこの何ですか、この今日ねたまたまもう非常に爽やかな風がこの、ね、お庭からこう吹き抜けてて、でもその爽やかな風に負けないぐらいこのカツオ爽やかです。うん、この後はご主人のひらめきで意外な食材を組み合わせ驚きの味が生まれました。やりたいことのために働きたい人を私たちアクセルは応援しています。使えるんじゃない、自分のために働くんだ。さあ仕事をしよう。アウトソーシングパートナー、働く意欲をサポートするアクセル。知多市岡田地区にある料理旅館マスイソ、実は西村さん料理をいただく前に旅館の裏山に案内されていました。じゃあどうぞどうぞ。ご主人これどこへ行くんですか。いや今ちょっと今日の食材を少しあ、それでカゴをお持ちなんですねちょっと今日はこのみょうがの葉っぱを、葉っぱを使う。次の料理には裏山で摘んだこのみょうがの葉っぱも使います。さらに長芋とみょうが、そして主役となるのが夏らしい食材うなぎ。しかしこれにご主人は梅干しを合わせるというから驚きです。食べ合わせが悪いとされるうなぎと梅干し、まずはさばいたうなぎを串に刺し白焼きにします。みょうがの葉を敷いてその上で重ねるのが長芋、うなぎの白焼き、みょうが。これを包んで竹の皮の紐で縛ります。みょうがの葉の包み蒸しに添えるのは梅肉のタレです。これをいていただきまして、あ、これあの竹皮の、そうですね、はい、ね、あ、中にもみょうがが、そうですね、あ、という感じで、ね、みょうがとうなぎって合うんですか。え、まあ普通こうこの辺りですとうなぎのかば焼きが基本的なお料理ですが、はい、まあちょっと私がへそ曲がりなもんですから、はい、まあオリジナリティが強いということで変えさせていただきますであえてその、はい、そちらの赤いタレが梅肉のタレでございますね。歯もお召し上がりいただくときに使ったりすることもあるかと思いますが、梅干しですか。はい、うなぎと梅干しですよね。ちょっとご法度なんですけどね、はい、はい、普通はあの、まあ、食い合わせの一番悪い日本の、そうですね、まあ典型ですよ、ええ、梅干しでさっぱりするとうなぎを食べ過ぎちゃうよというような意味合いがあるんじゃないかなと。ちょっとまずじゃあ、はい、いただいてみます。大丈夫でございます。
あちょっとうなぎとは違う感じにもなってきますが、ちょっと香りっていうか口に運ぶ前にふわっとみょうがの香りが鼻をくすぐって、で食べた時のこの上品な酸味、これ今ご主人が言われたように美味しいし合います。あれですね、あの秋ナスは嫁に食わすなみたいなもんで、あんまり美味しすぎて食べさせちゃいけないって意味の食い合わせの例なのかもしれないですよ、梅と、ね、はい、この後は地元知多の食材で新たな名物料理が誕生。靴の日がちょっといい日になる、外で食べるとね。 SI センサーコンロの油温度調節機能でカラッと上がる。エビの春巻きプレート美味しい。自分で作ってない。東方ガス。それなら村田にお任せ。夏は涼しくて冬は暖かい家がいい。シャネスコ層も村田にお任せ。愛車を守るカーポートが欲しいな。エクステリアも村田にお任せ。他にも耐震工事やバリアフリー、住まいのことなら村田にお任せ。さすが村田さん。信頼と実績で半世紀、村田。食材の宝庫、知多半島にある料理旅館マスイソ。続いてご主人が選んだのは、開けてみるまで身の詰まり具合がわからない難しい食材。しかし夏にこそ味わってほしい地元の岩牡蠣です。この日は最高のものが用意できました。いろいろ考えましたんですが、まあちょっとこう地元の岩牡蠣をと味噌ですね、はい、を合わせた感じで、岩牡蠣をお味噌で、まあ、田楽風に焼いてお召し上がりいただこうかと思っております。地元のこの山芋をすりおろし、それを加えることで豆味噌独特の風味を少しマイルドに。岩牡蠣の貝殻を器にして、玉ねぎの上に岩牡蠣の身を盛り、山芋で溶いた味噌だれをかけて、これをオーブンでじっくりと焼きます。ご主人のひらめきがまた新たな料理を生みました。失礼いたします。どうぞ。ちょっと大きな殻でございますが、牡蠣、はい、岩牡蠣ですね。こちらも地元の岩牡蠣でございます。こちらは竹豊の店屋さんなんですが、私が仲良くお付き合いさせていただいております。そうなんですか、はい、中定さんとかじゃないですか。あ、そうです、そうです。私このお店をこの番組で知り合って、初めて出会ったんですけど、もう、うちもうちの家もこれで。あ、そうですか。この番組の初回の放送で訪ねた中定商店、知多半島の竹豊町にある老舗の味噌蔵の味に初めて出会った瞬間、西村さんも驚きました。ああ、うまいんですね、その大豆の旨味が。甘いとか辛いとかっていうものじゃなくて、うまいんですね。そうです。知多半島の誇る豆味噌の風味が夏の食材岩牡蠣の美味しさをより引き立ててくれます。爽やかなこの感じが、なんともこのお味噌の、中澤さんのとこのお味噌と本当に上手に、うん、このお腹の部分もいいですが、これ紐のとこの
紐も香ばしい。まあ名前をつけるとなりますと難しいですけれども、田楽でもないし、まあ、むしろ和風のグラタン、味噌グラタンに近いのかなというような。すいません、名前をつけようかなっておっしゃったんだけどこれ別に増井さんの名物料理ではないんですか？なんて言いますかね、この時期時期での食材をこう、これをどうしよう、足をで。じゃあこれは普段出てるお料理じゃなくて今日のために作っていただいた。そうですね、なんか西村さんに毒味にしていただいてる。いやこちらこそ本当に名誉なことで。へえ、僕てっきりこれ人気料理かと思ってた。いやとんでもない。要するに今日のこの食材を見られてご主人がその場で考えられる、ね、感謝していただきます。何もしません。この後はまかないから生まれた夏の味、食感も楽しみ爽やかな料理の登場です。箱根ぐるり一周すごろくの旅、行く先はサイコロ任せ、味覚の指令に悪戦苦闘、汗と感動のすごろく旅、仲間と襷をつなごう、アクトス6時間リレーマラソン、名古屋ドームの芝生を走れ、締め切り迫る、お早めにエントリー、今すぐホームページをチェック。日本経済再生のために緊急招集です。トップ経営者たちと IT のエキスパートが大激論。非常に強い思いを持ち続けるリーダー、規制をかけてドーンと潰してしまうというのではなくて、あ、見えた、未来の新発明にコタルが驚いた、経済復活の突破口はワールドビジネスサテライト特別企画、日本再生緊急会議。7月7日の日曜ビッグバラエティは富士山世界遺産になりました。世界文化遺産に決定した富士山、超絶品富士山グルメ、一度は行きたい絶景富士見風呂、さらに屋根飛んでる、もうこれが富士山を愛し守る人たち、ああ日本人でよかった、世界の富士山全部見せます。知多市の料理旅館増井荘、出てくる料理は驚きの連続でした。でこの歴史のある建物に、相反してですね、ご主人の料理が非常にオリジナリティが強いです。ですがそれがね、なんだろう、決して突拍子もないものじゃないんですよね。やっぱり今までのものをご主人のエッセンスが乗っかって、なんかちょっと目新しい、ちょっと珍しいものになってるっていうのはなんかね、くすぐられます。非常に最後に出てきたのも意外な料理、ぶっかけそうめんです。これが締めの、今日の締めの、はい、はい、ありがとうございます。おそうめん、熱くなりますとこういったもので、はい、これ納豆の見た目がまず爽やかですけど、珍しいですよ、貝の。そうですね、はい、お出汁も、まあ、いろんな貝の、基本的にアサリのお出汁でございます、はい、もう名残のアサリ、青ヤギ、鳥貝っていうところでございますね、はい、今日は。シコシコしますのはわかめの茎が刻んだ。なるほど、そのちょっと食感コリコリという食感が。締めは夏らしく爽やかに、そう考えたご主人はそうめんを少し固めに茹でました。そして間に詰め込んだのがわかめの茎、コリコリとした食感を味わってもらおうというのです。夏の名残の梶島のアサリに加え、青ヤギや鳥貝などで華やかに盛り付けます。貝はいずれもつゆを作るのに使ったもの。知多半島らしい潮の香りが食欲をそそる増井荘ならではのぶっかけそうめんです。
ジメッとしたこの時期に最高の締めですね。あ、そうですか。ありがとうございます。この固めに茹でてあるこのおそうめんと、そうですね、貝のスープが本当に合うんですね。うわー、これどうしよう、めちゃくちゃ美味しい。そもそもこの貝でこのおそうめんのスープを作ろうと思われるその発想ですよね。あ、どっかって言いますか、まあ私どももこう暑い時期はまかない食でこういうものを、はい、まあ手取り早いですし、うん、なんですけれども、ちょっとこうお醤油味じゃなくてこう塩味的にとか、はい、そんなようなところからでございますが、あの最初この増井さんに伺う前にですね、はい、もう創業が明治の120年以上、ね、続けてらっしゃる、ね、お店だとお聞きしてたので、さすがご主人もなんか硬い方かなっていう、頑固な方かなってイメージがあったんですが、非常に発想豊かで、結局はこうちょっとこうやっぱりこう行き着くたどり着く着陸はこの和風の感じにしたいなとは、いろんなものに例えばそのね寄り道をしても、最終的にはやっぱりその麻酔その日本料理というものに戻ってこられるという、うん、いやでも寄り道した味じゃないですよこれ。知多半島にある料理旅館マスイソの立地の良さを存分に生かす四代目土井さんの食材主義、地元で採れた新鮮な海の幸山の幸の魅力を極限まで引き出すために、料理と向き合い続けてきた土井さんが今回また新たな名物料理を誕生させました。夏の食材岩牡蠣の美味しさをより引き立てるのは、知多半島ならではの豆味噌の風味。遠方からの旅人がここまで来てよかったと満足感を覚える一品です。見つければきっと人生が楽しくなります。自分にとっての付加価値、それがプレミアム。この週末あなたも街に出て幸せを探してみませんか。次回は旬のハモが楽しめる東区の日本料理店を訪ねます。もう一皿食べたい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。自動車保険チューリッヒで見積もりを取るといくらですか？車両保険をつけてもこの価格です。いいわね。